画をストックすることについて企画メモを書くって書いてありましたけど、企画メモについてお願いします。はい、まあ、メモじゃなくて企画書でも何でもいいんですけど、なんかその残しといた方がいいですよっていうことです。企画ってまあ仕事とかで考えたり、まあ、上司に言われたりクライアントに言われて考えることいっぱいあると思うんですけど、大体まあボツになることがほとんどだと思うんですよね。ボツになった時に、ああ無駄な時間過ごしたなじゃなくて、その企画を全部残しときましょうって話です。でどんどん蓄積していってストックしていくと、それは財産になる。なんでかっていうと、大体企画ってパターンに分かれてくるんで、じゃあそういう場面が多ければ多いほど、どんどんこう自分の過去にストックしたものの中でもこう類似しているものって出てくるんですよ。設定がね、設定とかお題が類似しているものが出てくるんで、あそうするとあの時に考えたこのお題に近いなって言ったら、そこから掘り出してきて、まあ、それそのまま出してもいいですし、それをちょっとブラッシュアップしたり今時に書き換えて出せばいいっていう。だから僕はもうなんかお題があった時にポンと出てくるんですけど、それって過去のストックから出してるだけなんで、別に僕になんか極端に発想力があるとか頭の回転が速いとかそういうことないんです。ただ過去の蓄積してるだけっていう。これテクニック的な感じで気になる人たちもいると思うんですけど、はい、企画メモってどうやって使ってますか？企画メモって何ですか？僕はその考え思いついたものを LINE で一人のグループ使ってそこに打ち込むようにしてます。もちろんそのちゃんと企画書にしたりしてストックすることもまあでもちろんいいんですけど、まあ、めんどくさいんで思いついたものを LINE 残しておくっていうだけです、うん、そうすると、まあ、日付も出てますし、その考えたものに対してこう、あやっぱりこっちの方がいいなとか、こっちの方が面白くなるなとか、人が興味持つなっていうふうにどんどんこうアップデートされていくんで、そしたらアップデートされたまんま残しとけばいいってことです。そうすると全部履歴で残るんで、自分の思考順にその履歴が残っていくんで、過去に見返した時に思い出しやすいんですよね。なんだっけこれみたいに、もうちょっと遡ると、ああこういうふうに思いついてこうなってこうなったんだっていうのを思い出しやすいんで、あの思考がそのまま呼び起こしやすいのでおすすめしてるって感じです。例えばどんなことをメモしてるんですか？預かってたもの返さなきゃっていう時に忘れないようにポストイットにメモしてどっかに貼ったりするようなこともあると思うんですけど、なんかその程度の感覚です。思い出せればいいっていうか。